今回ご紹介するのは土佐くろしお鉄道御免奈半利線の御免町駅です。御免町駅は1924年、大正13年12月8日に高知鉄道の駅として開業しました。1925年、大正14年には土佐電機の御免町駅前停留場が開業しています。当駅は2004年からはありがとう駅の愛称が付けられています。発案は御免町で幼少期を過ごし、御免奈半利線のイメージキャラクターをデザインした漫画家の柳瀬隆で、駅名が御免駅と紛らわしく、御免に対してありがとうとすれば響きが良いという柳瀬の提案を受け、南国市が意見を募ったところ、好意的な意見が多く寄せられたことから愛称に採用されました。当駅は高架橋上にホームが設けられ、ホームは単線の線路の南側に一面のみの単式ホームです。駅舎は設置されず、駅員は配置されていません。地上とホームはエレベーターで往復可能です。秋方面行きの列車が参ります。危ないですから後ろに下がってお待ちください。
ご視聴ありがとうございました。